世界のジャパンチャンネルへようこそ。世界中に住む日本人を守るためにあるのが各国にある日本大使館。大使館は基本的に各国の首都に置かれ、その国に対し日本を代表する立場として相手国政府との交渉や情報の収集、分析、日本を正しく理解してもらうための広報活動も行うなど、とても大切な機能を持っています。そんな中、韓国にある日本大使館が実質上撤退？と話題になっていましたので、海外の反応と合わせてご紹介します。韓国のメディアが、日本がソウルにある大使館新築計画を事実上放棄と題した記事を掲載しました。ソウル市チョンノク、チュンハクトンにある在韓日本大使館は1976年に建てられましたが、2016年にその建物を撤去し、跡地に地上6階、地下3階建ての新しい建物を建てる計画でした。ところが韓国メディアが取材した結果、新しい日本大使館の建築許可は2021年3月に取り消されていたことが明らかに。これは2015年にソウル市チョンノク町から建築許可を受けてから6年が経過していましたが、大使館側が着工延長申請をしなかったためです。チョンノク関係者は、2021年2月末に協議した時、日本大使館側から本国で最終承認が出ていないので建築許可取り消しを受け入れると言ってきたと話しました。チョンノク町は2021年3月16日日本大使館に建築許可取り消しを最終的に通知。韓国の建築基準法上、建築許可を受けたら1年以内に工事を開始しなければなりませんが、事情がある場合は着工を延期することができます。そのためチョンノク町は2020年、日本大使館に工事着工を何度も要請し、チョンノク町は着工延期の理由があれば教えてほしいと伝えましたが、日本大使館は反応を示さなかったそうです。そして2021年4月の協議で、日本側が建築許可を放棄し、大使館の敷地はフェンスで取り囲まれたまま、雑草だけが生い茂った状態で放置されています。このことは韓国メディアには珍しく3ページも使って報道され、この異常事態に韓国側メディアも焦っているようにも見えます。そもそも日本大使館前では1992年から毎週水曜日に反日デモが行われていて、日本の政治家の反韓発言や竹島問題が大きくなると、大使館前には大勢のデモ隊が集まるのが恒例となっていました。さらに2011年には道路向かいに慰安婦の少女像が設置されるというとんでもない事態が起こります。これは外国交換前での侮辱行為を禁じたウィーン条約に違反しており、日本政府は像の設置以来韓国政府に対し抗議を繰り返してきましたが、韓国と日本の双方で解決の糸口が見つかっておらず、現在の在韓日本大使館は元々の大使館の近隣にあるビルに間借りして入居している状況です。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。出て行けって騒ぐから出て行くって言うと、なぜ出て行くんだって騒ぎ出す。もう何がしたいんだか。こんな状況で着工してほしいって言ってくる神経がわからん。約束を果たせなければ腹を切る覚悟の国と、自分の都合と感情で約束を簡単に反故にする国の違いだな。
大使館員の身の安全を考えれば当然の処置でしょう。そんな国に大使館を置く必要もないし、何のメリットもないよね。どうせ日本大使館があっても嫌がらせの対象にしかならないだろうから、撤退してもいいんじゃないかな。もし建てられたとしても、今の韓国じゃ現地の建設会社に手抜き工事されただろうし、建てなくて正解だったんじゃない？土地を売り払えば100億円を超える価値があるんでしょ。そんなところさっさと売っちゃえばいいのに。嫌がらせのせいでビルのテナント料もかかってるしね。家賃も韓国に請求した方がいいよ。以上が海外の人々の反応でした。韓国の対応には世界の人々も呆れているようです。国を代表する大使館に対する対応とは思えませんよね。そもそも日本大使館の建て替えには韓国側からいろいろな難癖がつけられました。日本側が初めて新築工事を申請したのは2012年でしたが、日本大使館の近くに朝鮮王朝の王宮京北郡があり、周辺は文化財区域となるため、高さ制限によって地上6階建てのビルは認められないと棄却されたのです。しかし日本大使館の周囲は20階近くはある高層ビルだらけ。日本側は抗議しましたが、周りのビルは高さ制限が定められたタイミングよりも前に建てられたと言い訳をされてしまいます。日本側は高さを修正し再度申請を行いましたが、旧大使館の建物取り壊し後、地域の発掘調査を実施するという条件付きで許可されます。ようやく工事に着工できると安心したのもつかの間、2016年1月に大使館跡地から李氏朝鮮時代の遺構らしきものが見つかったのです。万が一文化財となるような重大な史跡が発見されれば、日本大使館の新築工事自体なくなる可能性がありましたが、結局重要な遺跡は見つからず、発掘調査は打ち切られました。しかし4ヶ月ぶりに工事を再開できる状況となったものの、この時にはすでに日本政府から工事を進行するなという方針を受けたようで、これ以上工事が進むことはありませんでした。日本政府は以前から抗議していた慰安婦像に対して、韓国政府がどのように動くかによって大使館新築を進めるかどうか決める方針を持っていたようです。つまりは国際法を遵守しない韓国政府に対する一種のメッセージとして、このまま状況が悪化するならば大使召喚や大使館の閉鎖もあると無言の強い抗議を示したのです。しかしそんな韓国は大使館の工事だけでなく、日本の外交官に対しても嫌がらせを行っています。2021年、在韓日本大使館の相馬博久公使は韓国メディアのオフレコ破りによって解任、帰国に追い込まれました。相馬公使はそれまで韓国語を駆使して韓国に対して積極的に情報発信に取り組み、歴代の日本大使館幹部の中では韓国メディアと最も意欲的に接触してきた外交官でした。しかし問題になったのは2021年7月15日に行われた韓国メディア JTBC との昼食懇談会。 JTBC 側の要請で相馬公使と面識のある先輩記者が後輩の大統領官邸担当の女性記者を紹介する形で行われました。懇談の中身は主に日韓関係の現状についてで、時期的にはムン大統領の東京オリンピック開会式出席のための訪日問題が取り沙汰されている時でした。その際相馬公使は韓国の対日外交を独りよがり自己満足的という意味で、
ムン大統領はマスターベーションをしているという比喩を使ったのです。この表現について相馬講師はその場で撤回し、 JTBC の報道でも相馬講師は失礼したと謝ったとなっています。相馬講師には事前に女性記者から問題の発言について確認の電話があり、そこで相馬講師は懇談が非公開のオフレコだったことや問題の表現についてはその場で撤回し誤ったことを指摘した上で、韓国外交について語ったもので決してムン大統領を名指ししたものではないと釈明したのですが、それにもかかわらず JTBC は報道に踏み切ったのです。そのことについて JTBC は報道の際、まずキャスターが公開懇談会の場ではなかったけれども発言の内容が常識的ではないと判断し報道を決定しましたと説明した後、担当記者自ら相馬講師はムン大統領の歩みを評価する際口に出せないような表現を使いました、駐在国の首脳に対する性的表現を相手国言論人の前で使うのは常識的ではありませんと伝えています。オフレコの約束を破っただけでなく、しかもその場で撤回、謝罪を受けながらもそれを無視し報道してしまったのは明らかに信頼に背く行為です。これを報道した JTBC はケーブル系有力テレビチャンネルの一つで、視聴率稼ぎからか反日報道をよく扱う傾向があります。今回も単独特ダネとしてメディアとしての仁義や信頼などそっちのけで報道に踏み切りました。さらに韓国メディアは日本叩きの反日ネタには何でも飛びつくので、オフレコ破りだろうが配信行為だろうが関係ありません。 JTBC の報道をきっかけに全メディアがこの発言に飛びつき、日本政府に謝罪要求、相馬を処罰しろ、大統領の日本訪問反対などといつもの反日キャンペーンとなったのです。韓国外交省は日本大使を呼びつけて抗議し、外交的大問題に仕立ててしまいました。その結果相馬講師は日本へ帰国することとなりましたが、オリンピック訪日計画をめぐる事前の対日交渉がうまくいかず訪日が難しくなっていたムン大統領にとっては、訪日中止の責任を日本のせいにするいい口実となったことでしょう。韓国の一方的な行動には呆れてしまいますね。今後の日韓関係がどのように動いていくか引き続き注視していきたいと思います。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。